こんにちは、沢井さん。メッセージありがとうございます。みんなの銀行なんですけどもね、これのね、いいところっていうのは、今のところ、ブラックとかね、自己破産の方でも、かなり高い確率で、これ銀行口座が開けてるってことなんですよ。通常、無理ですもんね。もしかしたら、反社会勢力的な人も作れちゃったりするんですかね、これは。うん。わ、まあ、かりませんけどもね。まあ、とにかく、結構ね、福岡フィナンシャルグループの作ってる、 アプリにしてはほとんどの人が作れちゃってるっていうことで今のところね断られたっていう方は連絡ないんですよまあ連絡してないだけかもしれませんけどもね私はちょっと耳に入ってませんねでその他デビットカード JCB が自動的に発行されますのでそのクレジットカードが作れない方のための引き落としにも利用できるのかなと思いますねあとやっぱり何と言っても紹介報酬制度じゃないですかね今までの銀行口座ってこういうのなかったですよね 身内とか親戚とか友達に銀行口座作ってって言っても別にね紹介料が入るわけでもなかったんですけども今回のこれ紹介料入りますからね、うん、だからビジネスうまくいかない人はまずこれで30万を狙ってみたらいいんじゃないかなと思いまして紹介させてもらいましたまあでもねその他何かああこれ使い勝手いいなっていう点が見つかりましたらもちろんどんどん動画の方で紹介したいと思いますのでまあご期待くださいでビットポイントやっぱりですかやっぱりうん 確かにね。いげつない金額、交換されそうですもんね。うん。わかりますよ。まあ、コインベースとか、それから、桜ビットコインなんとかってとこでしたっけあの辺にも期待ですよね。で、ちょっと聞いたとこによると、ビットフライヤーとかコインチェックって名前も、ちらほら出てきてるので、もしかしたら重大発表が近いかもしれないですね。じゃあ、これからも、情報交換、よろしくお願いします。いや、広島、今日は暑いっす。